めっちゃうまそうやなどれも。こんなん来ましたよ、納豆ヌードルみたいな。ここはちょっと通ってもいいぐらいの。のび旅、はいどうもこんにちは、じゅんやです。いつもお世話になっております。はい、今日もバッタンバンからお届けしております。はい、そして今日も昼飯をね食べに出てきました。なんか最近はねもうのび旅のランチをいただこうのコーナーが続いておりますが、とりあえずねいろんなところをね攻めてみたいなと思って、また当てもなくね出てきたんですけど、この間そこでねなんかおしゃれなレストランでヌンバンチョのね山盛りの野菜のやつをいただきましたが、でまあこの通りをね、おなんかかっこいいジープみたいな車来たよ。うん、ここのまあ餃子と焼きそばいただいたり、ここもうまいからね、はい、また食べたいんですが、かっこいいうん、あっこもまた食べたいなと思いつつ、そこのね看板見えてるホワイトローズっていうとこもこの間食べて、ほな今日はどないしようかなという感じです。あれ雨がちょっと微妙に強なってきたんちゃうかな、どうしようかね。ここもねいろんなメニューあったから、あまたマック広げてる人おる、同じ人かな。はい、いろんなメニューあったからねまた来たいなと思いつつ、あれ雨やからかな、ここの屋台とかがあんまりやってないな。あでもちょっとね、あこれピザのね看板が出てる屋台があって、ちょっとそこのピザ気になるな。いつもなんかもうちょっとここ賑やかな気するんやけどね。ここでピザ買うてここで食えんのかな、持って帰ってくタイプのとこかな。あ一応テーブルあんねんな。ちょっとここのピザ気になるからと、ちょっとセットして、あら2400、 2.5 ドル、5ドル、6ドルか。メニューがあんのか。ハロー、あ、Thank you。なんぼにしよう。ちょっと待って、大きさが 2.5 こう、これで6ドルでしょ。でメニューがこんだけあると、あそっか、これ2つ頼んだらいいねんな。 OK。 そう、クラブベーコンどうしよう、ミックスコンボ、ベーコンソース、どれもうまそうやな。バーベキューソース、いやめっちゃうまそうやなどれも。ベーコンカルボナーラとかある、これうまそう。これ This one の You want pineapple? Yes, I love pineapple. And これね、 Yes、 うん、Thank you。 よいしょと、ちゅうことで、ああやって作ってくれてんのよ。楽しみ。 OK、うん、はい来ましたよと、なんかお持ち帰りっぽく包んでくれた。はい、意外とこう見るとちっちゃいな。オープンてってれーと、こんな感じ。はい、こんなん来ましたと、うん、ほないただきます。いやこれ絶対うまいやつだな。うわチーズが、うん、あめっちゃうまいわ、めちゃめちゃうまい。あ出てるな。ピザうまいね、ピザうめえ。これで 2.5 ドル。ベーコンカルボナーラ、ベーコンカルボナーラです。コーヒーもね1ドルとかで頼めるみたいです、ここ。うんお母さんと娘2人でやってんのかな、どうなんやろ。そう、隣は今から準備してはるね。うん、なんやろ、何屋さんかなね。お隣もちょっと気になるんやけども、ごめんな、いやこれおかわりしようかな、なんか別のやつ頼もうかな。2枚食うても5ドルやからね。あー、うまい。もう最後の1切れ、まあ4切れしかないからね。あー、うめ。あー、幸せ。チーズってやっぱいいよね。ああ、うまかった。いやー、いや、もうちゃんはこの子めっちゃ悩むな。別の店にしようかな。別の店で別のもん食おうかな。でもうん、なんか向こうもね、なんかあるから気になるよね。うん、ということでピザとりあえずね1枚にしとこう。お、トマトベースはブゲットしたから持って帰ろう。はい、ごちそうさまでしたと。お金払わないかな、これでまあ1万リエル 2.5 ドル。 OK。 あ、ゴミはこれ OK。 はい、See you. See you. バイバイ。はい、ということで、あ、ファイブスターのチキン屋さんもあるやん、こっちに。うん、なかなかね美人なお母さんの素敵なピザ屋さんでしたと。でここは何があんのかな、麺的なやつかな。あ、いつもここね、もっとこっちもね屋台いっぱいあんのに昼はやってないんかな、あんまり。この店もね気になってたからまた来たいなーっていう。すげえ上にボロいバイク乗ってる。うん、やってないな。うん、な、ここでねさらになんか食おうかな。Hello. Do you have menu? No menu. No menu. What do you have? Soup. Try poma. 5,000 のスープ。I have chicken, pork, fish. Chicken, pork, fish. で、これ ？This one or this one? Khmer noodle, Chinese noodle. あ、これKhmer noodle。Khmer noodle. じゃあKhmerで。And どうしようかな。Pork, please. Pork. Yes, pork. Okay.ということで、なんかね頼んでみました。5000なんでピザの半額やね。 1.25 とか。はい、あ、カバさん入れてくるのまた忘れてる。完成？ OK。はい、ということでこんなん来ましたよと。クマエヌードルということでね、まあ、クメール麺なのかなのヌードルスープです。豚入りね、豚入りのやついただきます。とりあえずそのままで食うてんのかな。うん、このままやとねちょっと味薄めなんかな。でなんかねいろいろこういうのがねあるんですよ。これなんやろな、ちょっと入れて試してみよう。なんかうまい。ちょっと塩辛めのな、豆のなんか納豆っぽい感じのやつなんで、これを絞るといいらしい。あっとは塩とかね、胡椒とか、なんか辛そうなやつとか。ペッパー？ペッパー、ソーベン、スパイシー、シュガー。シュガー。あ、シュガー。これが胡椒、大豆、砂糖、チリね。で、なんか柑橘系。で、この大豆のやつが納豆みたいな、塩辛い納豆みたいな感じで、なんかうまかった。うん。うん。いいね。結構こういうのにね、砂糖入れはるんやんね、こっちの人って。このだからね、発酵食品なんかな、これ。ちょっと怖いけどね、発酵食品とか。ただ味はうまい。うめえな。うまいな。めちゃうまい。うん、これいけてんな。ええもん見つけたっていう感じがする。あ、パクチーもほんのりで全然気になれへんな。うん、うまい。あのこの納豆みたいなやつ、この大豆のやつがめちゃくちゃいい感じに味をね、良くしてくれた。めっちゃうまいわこれ。ああ、マジめ。なんかマジね、納豆みたい。納豆ヌードルみたいな感じ。ここはちょっと通ってもいいぐらいの感じの店ですね。安くてうまい。うまかった。ごちそうさまでした。うわあ、つまようじないんだな。つまようじない店かな。まあいいや。はい、ちゅうことで完食。はい。あー、お腹いっぱい。ピザ屋さんからのね、はしごなんで結構お腹いっぱいになりました。これが 1.25 ドルでしょ。ピザが 2.5 ドルやったから、合わせてなんぼ 3. 点3.75 ドルかで、お腹いっぱいになったよーと。そんな感じなんで、お金払って帰ろうかな。うん、雨もねパラパラ降ってるんですが、まだマシなんでとっとと帰ろうかなと思います。オーケー。はい、あかんちゃん See you。 はい、ちゅうことで昼飯済んだよと。ここのね超ローカルな感じの屋台っぽい感じのヌードルスープ出してる店と、ここのピザ屋さんでお腹いっぱいになりましたと。でここも気になるからまた来たいような気もするけど、何出してるとこやろ。うん、まあそんな感じでね、これローカルなとこ攻めていくとね、結構いろいろあるんですよね。なので普段はねもうちょっといっぱい店が並んでたと思うんですけどね、今日はなんか少ないですね。まだ時間が早いのかな。でも全然もう昼全然回ってるんですけどね。まあそんな感じでね、お腹いっぱいになりましたということで、帰ってまた動画編集をねしたいと思います。ほんならまた見てね。バイバイ。はい、うっかり動画を最後まで見ちゃったあなた、ありがとうございます。よかったらねチャンネル登録と、親指ボタン、ベルマークのボタンポチッと押して、コメント欄で気軽に話しかけていただければ、このおっちゃんめっちゃ喜びますんで、よろしくお願いします。ほなまた別の動画も見てってくださいね。さいなら。